と何が強いか、これ注文でしょ。ベンチ、そうですね。そう、それとやっぱり今ベンチですよ。ベンチがすごく強い。はい、このエネループ1500回もね繰り返し使うことができるエネループ、それから、太陽光発電でも高いシェアを持っている。なんとですね、カーナビ、カーナビは国内シェアトップのトップだった。はい、で採用っていうと、しかし今大谷さんがありましたね、白物、イメージでいうとやっぱり洗濯機、なんといっても洗濯機なんですね、この洗濯機はですね革命的です。日本初、世界初のオンパレードなんですね。採用といえばこちらですね、1953年に発売されました、これ日本初粉流式の洗濯機、つまり回転翼っていうのがついてますよね、回転翼をつけて